どうも、思い込んだら試練の道をと言いますけどもね、まあ、麻雀店の親父がね、まさか、IT で身を立てるなんてなかなか思わないでしょうね。うん。しかも、何、ヒルズ族ヒルズ族っていえば東京じゃないのいやいや、広島の片稲荷でございます。みたいなね、なかなか面白いですよね。その、始めた年齢も40過ぎということで、決して若くないと。うん。こういったギャップが注目を集めるってこともあるかなと思うんですよ。 まあ先入観としてはねやっぱこうイケイケの若手がやるものかなと思える IT 企業情報企業しかししかしですよ年を取った人間でもできるもしくはやっぱりね40代50代のミドルクラスっていうのは20代の子に教わりにくいから同じぐらいの年代のところに行っちゃうかなっていうので、まあ、まあ私の顧客は最初からね中高年層だったかなっていうところでございます。 まあ思い込みを利用するっていうんですかね逆手に取るもいいしそのままでいくも良いし、うん、思い込みっていうのはねいろんなパワーを生むかなと思いますね思い込んだら試練の道を行ってらっしゃい